さあ、それでは本日も始めてまいりましょう。ファイプロ実況の時間がやってまいりました。本日は、初代バラ戦葉っぱデスマッチですね、トーナメント、準決勝第2回戦鶴見五郎対、ミスターポーゴの渋めの対決でございます。それでは試合開始でございます。トーナメントですからダメージが残っているとは思うんですが、はい、2人とも、ヒールレスラーとしては、ヒール対決という形になるわけですね。さすが出ました、交互の、大釜攻撃。もう早くも流血したようですね。ただこの反対での表現で、服を着ていると流血が分かりにくいという、弱点があるんですけど、下のねリングにある血だまりで判断するしかないという状況。これはちょっと交互の方が一歩有利という形でしょうか。しかも噛みつきですね。反則殺法全開で、さあこの、今出した鶴見の、バックブローなんかでこう打撃で押し込みたいところですが、なかなかうまくいきません。交互としては、このままつくと、さあ、交互として押し込みたいところですが、試合時間が間もなく2分というところです。カウントは入りますが、ワンで返します。さあ交互は次に何を出すか。もうこれで大釜攻撃、噛みつき、狂気攻撃全てが出ましたね。これで気力はどんどん奪われるはずです。さあ返したところで、しかも、被弾させることに成功しました。やっぱりなんですかね、これ交互選手が、ヒール、こういうデスマッチに強いというのが何かこう加味されているような気がする。そういうロジックは何もないんですけど、勝手にそういう妄想を。カウントは2でした。さあ鶴見五郎としてはこれは苦しい展開となりました。なんとか打撃か、ヘッドバット、このような打撃ですね。で、打開策をしたいんですけど、技がつなげれるかどうか。これは交互返します。片足でカウントですが、ゴールですが、カウントは2。さあここで、出ました。多分本当は交互はしないであろう、フェイスバスターですね、外式の。さあカウントに入ります。2、ちょっと交互に余裕が出てきた感じでしょうか。噛みつきで、相手の気力を削っていきますね。体力の方は中途半端でも、この気力が奪えればフォールが出た時にかなり有利ですからね。交互がこれだけ手数を出しているということは、そろそろスタミナ切れも考えれます。鶴見としては何か技を返したいところですが、3つ決まりましたね。今ねパンチ、パンチ、ヘッドバット、そして出ました火炎噴射が決まりました。これはかなり鶴見五郎の髪の毛がさらにチリチリになったのでしょうか。ないでしょうか。カウント入った。2で返す。ただこれはかなり苦しいでしょうね。交互としては、このまま時間を進めていくだけでも決めれそうです。しかしゴロツムゴロ何も返せません。ここは、試合時間が間もなく6分となりました。なります。さあカウントを取りますが、カウントも入ることができないポール。さあヘッドバットで、しかも大釜攻撃、もう交互の一方的な試合になってまいりました。このまま、さあカウント 2.9、 これはかなり厳しいはず。鶴見五郎としては何かやらないといけない。さあ真ん中に寄せるが、ストンピング1発2発入れることまではできました。そしてさあ3つ返したぞ。そしてバック、しかし金的、これは非常だ。交互3発目の火を吹いた。もうガメラかというぐらい火を吹きます。この有刺鉄線に囲まれた中でどうやって火のネタを持ち込んでいるんでしょうか。全く不思議でございます。さあしかしこの有利は分かりません。試合時間は間もなく8分。交互はボンボン当てていきますね。素晴らしい、わざわざ博覧会のような状態になっています。完全に一方的に交互の試合、そしてフェイスバスター、鶴見五郎はこのままやられるのか。さあ殴り殺しの状態。さあカウントが入る。2で返す。これはポーゴとしては、爆破が起きるまでに試合を終わらせるのか、
さあ残り1分と間もなくなります。これは決まるか。パンチでカウントもレフォエギブアップも取れるはずですか。これはなし。さあおっと鶴見五郎がパワーボムで維持ですね。これはもう完全に、そしてチンロックで相手に少しでもダメージを与えます。さあ間もなくブザーが鳴るはず。さあ鳴った。残り20秒となりました。爆破が決まったらここで鶴見五郎は KO されるのでしょうか。残り5秒。さあ爆破が起こる、起こった時点でやはり鶴見五郎が KO されてしまいました。ミスターポーゴ余裕ですね。出血もしていないのかもし、いやちょっと分かりにくいですけども、してるんでしょうか。完全に鶴見五郎 KO となってしまいました。まもなくレフェリーが復活するでしょう。そして確認をしてミスターポーゴの勝ちです。これでミスターポーゴ決勝ですが、かなり有利な状況ではないでしょうか。それでは試合評価 51%、 この試合はミスターポーゴの KO 勝利ということになりました。ではまた。